一番勝利です。おめでとうございます。まずリーグ戦今季ホーム初勝利の気持ちから聞かせてください。まあ、あのホームで勝てるっていうのは最高ですし、今日9000人近くのお客さんが入ってきたんで、すごい雰囲気作ってくださって本当に良くないですね。良かったです。実はもう J1 シーズンホーム50勝利になります。リーグ戦でのホーム勝利は先ほどの11月にはオリンピックのホームになりますが、これまでの道のりいかがでしたか。まあ、毎試合毎試合選手たちは全力でやっていると思うし、その中で勝つ負けるというのがある世界なので、これからもどんどん勝つっていうことを増やしていければ、まあ、サポーター皆さんも盛り上がってほしい、チームとして盛り上がるので、これから頑張っていきたいと思います。そして私選手に試合出てくる今日の得点、ちょっとまず1回目に向かっていただきたいんですが、ボールを奪ってからのドリブル、あの場で4-1でした。ボールの1周目が伝わってきました。見てください。ユージがセットで得点をもらったんですけど、あそこで、まあ、仕掛けてシュートに行くというしか考えなかったので、コースに出して外して1位に行きたいと思います。そして2得点目は1個のパスからのゴールでした。狙いを教えてください。まあ、以前よりも早くパスを出したというのがいかがだと思います。最後の1位に決めたので山西選手、ゴール以上の部分での貢献が非常に大きいと思います。どういった意識をプレーしていますか。まあ、僕はサッカーを前から全員で守備して、全員で守って、全員攻める